ベンジャミン・ナイトホース・キャンベルは、アメリカ合衆国の政治家。インディアンジュエリーのデザイナー。元コロラド州上院議員で、インディアン系発の上院議員だった。所属政党は、共和党。北部シャイアン族の長老でもある。妻は、リンダで、息子のコリンと娘のシャノンがいる。ポニーテールの髪型をしており、ハーレー・ダビッドソンのオートバイを所有しており、オートバイのファンである。 2002年にはアメリカモーターサイクル協会のモーターサイクルホールオブフェームミュージアムの栄誉の殿堂に入った。1933年4月13日にカリフォルニア州オーバーンでインディアンの北部シャイアン族の父であるアルバート・ギャンベルとアゾレス諸島出身のポルトガル移民の母であるメアリー・ビオラとの間で誕生した。また妹がいる。母親は結核の病気で 父親はアルコール依存症で頻繁に姿を消していたため、家庭はあまり豊かではなかった。アルコール依存症の父は入院していたため、ほとんど病気の母により育てられていた。しかし10年間はカリフォルニア州サクラメントにあるカトリック系のセントパトリック個人院で過ごし、キャンベルと妹はカナダのアルバータ州にある個人院で世話を受ける。このような環境で育ったため、 高校時代の10代の若い時はトラブルを起こすようになり、また、学校の成績もあまり良くなかった。銃、車、万引き、窃盗に関与していたと言われる。また15歳の時、飲酒運転をして、ガソリンを盗んだとして逮捕されている。その後、キャンベルは自分の人生を変えようと決意する。カリフォルニア州のサクラメントバレーで、過重ピッカーとして働いた。 その時、一部の日本人の若者から柔道を教えてもらっている。1950年に高校を中退して1951年にアメリカ空軍に入隊し、1950年から1953年までの朝鮮戦争中は韓国に駐留した。その時彼は高校の卒業証書を受け取ることを学び、彼の同等性柔道の訓練を継続した。 軍の任務を終えた後、1957年に、果物狩りやトラック運転手をしながら、三ノ瀬州立大学で物理と芸術を学んだ。1960年から1964年には、特別研究生として、日本の東京にある明治大学に留学した。柔道部員として、柔道を本格訓練し、1964年、東京オリンピックの時は、 アメリカの柔道代表の首相として出場していた。1966年にモンタナのレームディアーでシャイアン族の名付けの儀式を受け、祖母の儀亭のアレクブラックホースよりナイトホースのインディアン名を授かる。その後教師、警察刑務所のカウンセラー、農業労働者、トラックの運転手などの仕事をしたり、子供の頃から興味あったインディアンジュエリーのデザイナーとして経営を始める。 日本で金属のラミネート加工の積層の技術を学んでおり、その技術はジュエリー製作に生かしていた。200以上製作しているリングやブレスレット、ペンダントはインディアンジュエリーの受賞をいくつか受けている。1977年にコロラド州で牧場経営で馬の調教などもしてリンダ・プライスと出会い、三度目の結婚をする。1983年に 民主党からコロラド州議会に出馬して当選した。インディアンの権利やコロラドの自然保護を唱えた。1987年に民主党からコロラド州会議員となる。1991年にリトルビッグホーンの戦いを記念して建てられたカスター国立記念戦場の名をリトルビッグホーン国立記念戦場に改名する法案の決定に尽力する。 1992年には、コロラド州上院議員となる。当初の選挙戦は劣勢だったが、故郷の伝統派の戦士、宗教指導者が彼のバックアップを決め、わしの羽を持ち歩き、体に赤い色を塗るようにと進言し、赤い塗料を送ってきた。弁は指定された体の数箇所に赤い色を塗り、選挙戦を戦った。その直後に、資金の目処がつき、一気に、 形はは逆転しして、大差で勝利したと弁は10回している1993年にビル・クリントンの大統領就任式ではシャイアン族の羽帽子をつけた伝統衣装で白馬にまたがりパレードに加わった。1995年に欧州安全保障協力会議の委員長を務め、その後自分の考えとクリントン政権の財政政策との違いなどの理由で、 民主党から共和党に変えた。1998年にも共和党から再選し、共和党議員として働いた。インディアンの権利保護や、司法や自然資源の諸課題の法的整備などに着実して実績を上げていったが、2005年に上院議員を引退した。2006年にコロラド州知事選挙に関心を持っていたが、出馬しなかった。2007年に、 国立アメリカインディアン博物館の資金のためペンダントジェリーを制作した。ありがとうございます。